そうそう、あのね、耳にね、なんか耳の中にスプレーかけられるとかね、なんか塗り薬でやるみたいな、めっちゃ変なこと言われたもん。それ本当に嫌だわ。地震が起きた時どうするんだろう。起きない。どうするじゃん。まあ、でも、そうだ。元気の日みたいで、今から晴れるよ。音楽流れるの。ちょっと待って、ハウスダスト系の一番熱く気持ちだった。コキプリアレルギー。なんであんの。コキプリアレルギーだ。なんで。あなたの病気は。はい、掃除しててあれって思ったっていう感じですか、ね、そうですね。引っ張って見る気で見ないと見えないとこかなとは思って、はい、あったけど気づいてなかったのか、この2週間で出てきたのかがちょっとわかんないけどね。はい、先週とかだったら、まあ、ちょっと赤いかなっていう気がするので、はい、少し炎症でだったら点滴薬とか使ってたら治るかななんですけどね、はい。場合によってはちょっと大きいとこにでも紹介して、あの CT でちょっとなんかつながってるものなのかとか一回調べてもらったりでもいいかなという気がします、ね。ただ、まあ、ちょっとなんだかが分かってないので、まあ一応様子を見せてもらっていって、大きくなるようなものだったら本当に消化しなきゃいけないかな。はい、下に参ります。どうぞ。あと薬もらうだけだ。ね。今から病院行くけどさ、頭の病気だったら大学病院ってこの前言われたけど、なんかでも原因が分かんないって言われたから、一応ちょっと他の病院もさ行ってみて。ちゃんと原因分かったら、何叩くの。怒ってんの。ね、ちゃんと原因を分かってからさ、納得したら大きい病院行こうと思って。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。わ、やだな。これで手術とか言われたらどうすんの。もうちょっと、何してんの。やだな。待って、緊張してきた。足が震える。なんか左足だけ震えるんだけど。なんで？怖くて？怖くてかな。で、今日はネットで評判のいいところに来てみました。はい。はい。じゃあ早速行ってみましょう。はい。ね、何にもなければいいけど、ね。ファミマのウィズ。美味しいよ。CM 来るかな、CM。来ないよ。頭だけ左側の方に傾けてください。自分で指で触ってわかる。それとも何か見てわかる。はい、奥の方にあるので、はい、まあ、これは骨ですね。骨の塊ですね。あ、骨なんですね。骨は右の皮膚の下にあるので、はい、
それがちょっと少しこうに腫れることあるんですよ、はい、前からあったんだと思うんですけどね。あ、そうなんですね、うん、基本的には、はい、妊娠するときに引っかかるぐらいで、うん、まあ、本人痛くもないし、はい、あるいは悪いもんじゃないんで、はい、基本的には普通このまま様子見ちゃいますよ。すごい喋ってた。めっちゃフィラフィラ喋ってた。この前の人さ、なんか分かりませんとかさ、ちょっと結構ヤバかった。ヤバかったよ。これは分かりませんねみたいな。とりあえず薬を出しておきますんで、様子を見ましょうみたいな。これはね、別に特に何もなくてんですねみたいな。めっちゃ早くて、めっちゃ早かったよ。めっちゃ早い。しかもなんか10秒ぐらいで分かってたやつ。うん。言った意味がない。でも分かってよかったです。でもあっちの病院にさ、今分かりませんって病院にさ、来てくださいって言われてもダメだね。もう行った。写真撮ったの、触られたり、あ、でも両方とも触ってきた、私の骨を触りに行った。2ミリって言ってた。そうちっちゃいの。髪の毛何本とか。これぐらい。こんな感じで。こんなにちっちゃいの。まあでもよかったよ。よかった。ね。ね。子供が起きてる。アリに食べられてる。ほら。みんな桃食べたい。じゃあ桃買って帰ろう。ゆっくりしたままこんなに水ぶくれになってると思わず。大丈夫？痛いね。じゃあ薬もらいましょう。はい、今からね薬をもらうんですけど、足結構ひどかったですね。こんな大きくなっちゃいました。なんかね、ママはねもうちょっとね軽いやけどだと思ってたの。でも学校はさ、やっぱさ、年には年をじゃないけど軽くても一応病院行ってくださいっていう感じだと思ってたの、結構水ぶくれすごかったね。やばかった。やばかったね。なんかプツプツプツみたいな。結構大きかったよね。しょうちゃんもびっくりした。びっくりした。びっくりしたよね。学校見た時なかった。なのでなんかちょっとね強めの薬を塗って、ね、ここね貼ってあるから、丸一日このままにしてくださいっていうことなので。お風呂入れない。髪だけ洗う。髪だけはこうやって洗う。これさえ濡らさなければ別にあとは健康なんだから大丈夫。あとは健康。そうそうそう。足の裏洗いたかった。足の裏も洗えるよ。別にこうここが濡らさなきゃ、膝濡らさないで足の裏だけこう洗うとか。今日シャワーで足の裏洗う。そうだね。じゃーん。あ、あったすごいよね。ももかちゃんとほのぼのちゃんとひろちゃん。これも買おうか。これも買います。後でじっくり読まなきゃね、買います。買います。ニコプチもねずっと買う予定だったんだよね。ポップティーンはちょっとお姉さん向けすぎるよね、しほちゃんには。見てんだよ、アルマティーンでちゃんと。コプセンとか。そう、見てるよ。へ、まあでもしほちゃんにはまだやっぱこっちの方がいいかな。早いというわけで、早いというわけで。ニコラも可愛いけどね。あ、コンシーラーとか、お化粧品だね。ね、でもこれもさ、うん、大人向けで、うちは中学生って。そう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 。
確かそうだよね、書いてあったの。どこ中学生って、どこに書いてあるの。どっかに書いてあった。書いてなかったら小学生なんですよ。これ書いてあったよね、ほら、女子小学生ナンバーワン雑誌、小学生用の雑誌。これ中学生だけど、ももかちゃんとかいいから、うん、これ何、雑誌って、これ今回なんだっけ、付録。あ、アルジーのバッグなんだ。かわいいでしょ。あ、でも秋っぽくていい色だね。いい色、ベージュ。これね、ん、あ、ふわもこ、ファーポシェット。これちょっとバッグじゃん。バッグだ。かわいい紫で、いいじゃん。買いましょう。穴開きサングラスね。目が夜くなる。え？目が良くなる。そう、目が良くなる。リム、目視力悪いんだよ。片方悪いんだよね。だからやってるの。うん、はい、そこさん。おはようございます。いや、こんにちは。こんばんは。はい、じゃあね、けどのことなんですけど、ね、この前、まあ途中経過みたいな感じで。で2回目のね、病院も行ってきて、うん、見てもらったんですけど、来週の水曜日また行きます。そう、まだね、通院中なんです。来週も行かなくてはいけなくて、来週で、一応先生が言うには背筋はね、入ってないということで、よかったんですけど、でもね、やっぱりね、跡がね、残ってしまうということで、そういうことはちょっとショックですね、それは。そうですね、うん、多分あと残るの、うん、先生に聞いたら、一応やっぱ水ぶくれになっちゃうと跡がやっぱ残ってしまうんだって。なった時点でもう奥にある、うん、皮膚、うん、なっちゃうって先生が言ってました。 なので美穂ちゃんすごいでかい水ぶくれボンボンってできてて、うん、ね、もうダメだ。先生に聞いたら、聞いたら、うん、ダメです、多分残っちゃうねって言ってました。リミの跡はついてるから大丈夫ですよ。うん、何の跡、うん、あー、リミちゃんはでも火傷じゃないからね。これはただ転んだ傷ですね、うん、でも1年生の時に転んだ傷が未だにこう残っちゃってんだよね。そうなんですよ、ね、で、なんかバイ菌が入るともっと跡が残るみたいなことですよね、うん、だからもしかしたら残っちゃうかもしれないけど、極力薄い感じでいけるかもしれないから、そう、ね、かその今のこの手当てとか、この過ごし方とか、そういうのも若干関係するのかなと、ね、バイ菌が入らないようにするっていうことで、で先生にちょうどね、スポーツテスト中で次の日 50m 走のね、タイムトライアルみたいなのあったんでしょ。でやっていいかどうかね、一応聞いたんだよね、先生にね、うん、聞いた。そしたら、うーんって言ってて、うん、できればね、やらない方がいいけどテストなんだよねってね、先生言っててね。まあでもいずれやるんだったら、まあ、ちゃんとこう包帯っていうか、うん、保護して走る分にはまあいいかなっていうことで、はい、ということで、今からしほちゃん の朝と晩いつもね、薬塗ってガーゼ取り替えたりしてるんだけど、それをね、はい、今からね、あ、傷を見せるんですか。傷はどうしますか。傷はいいかな、うん、私がやってる美容場、これはね、ビーゼロンを塗ってます。反対じゃない？こちらまず頬に塗ります。すみません。次にこちらのこちらで、甲に塗ります。塗りません。じゃあちょっと傷はね、見せません。黄色、あ、それも見せない。まずこの薬をね、まんべんなくたっぷりとね、塗ります。痛くない、全然痛くない。もうね、痛みはないんだよね。リミちゃん、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 ちゃんとシロも抱かせてね。うん、そしたら上からね、うん、あれ取ってます。
そしたらこのね上塗りっていうねちょっとなんか厚めの薬で、はい、この薬をね上からなんつうの、はい、カバーもっとたっぷりだよ、たっぷりドバーっとつけて、そうそうそう、そんな感じね。薬が落ちないように保護するだから、これが薬というよりこれはただこう蓋をするみたいな感じする。でもちゃんとね治す薬も入ってる。うん。はい、こんな感じです。そしたらガーゼをつけます。じゃあこの先はちょっとね。あ、片手でできる？で、テープで止めます。あ、このテープは本当ざっくり止まればいいですね。でね、良かったのが100均で売ってるあのなんか包帯、肌色のなんかさ、肌に優しい包帯、くっつく包帯ってなんか巻くだけで取れないの、くっつくの、そういうのがあって、それすごい固定できて良かったよね。めっちゃ良かった。だそれをねダイソーでね買いたいんだけど、昨日ね買いに行く予定だったんだけど、うん、大雨で行けず、行けずね。ちょっとダイソーまでの道のりが1個川があってね、ちょっと怖かったので。川あったね。だからちょっと念のためやめました、昨日は。あ、川あるね。うん、だからちょっとそこね水が怖かったから、昨日はちょっと買い物諦めて。そうで最後にこう網をね、しかもこのね網もね100均です。このテープも100均。そう、一回ね薬局でちゃんとしたの、ちゃんとしたって言い方あれなのかもしれないけど買ったんだけど、ちょっとね緩かったんだよね。そうで結構ガーゼがね取れちゃったりとかで、何気に100均が一番こうピシッとしてよかったというね。除菌がちゃった。100均ってすごいなと思って。やっぱ100均ってすごいね。うん、やっぱ100均ってすごいなって思いました。はい、すごいね。はい、こんな感じでいつもね朝晩と、はい、朝晩昼夜消えるといいね。あとねね、ゆみちゃんも祈って、ひろちゃんも何枚いらん何枚いらん何枚いらん。それ祈りなの？祈り何枚いらん何枚いらん。キラも一緒にせーの、にゃんまいらー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 。ほら、かわいい。にゃんまいらー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 何枚だ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 何